台本だけ見てたらさ、翔太郎はラブサンダーって僕だよね。はいはい、そうですよ。ラブサンダーのことを翔太郎が好きだって書いたの。はい、言ってくれたの。言いました言いました言いました。ありがとう。ジローカさん聞いてろよ。ジローカさんもうね、一回出ない回があるとね、もうね話は膨らみます。ちょっとでおさらいしといた方がいいかもしれない。それが一番怖い。これをまとめられるのはしげる君しかいませんよ。そうですね、はい、じゃあ温泉の話でもしろ。なんか今客席に入って聞いてるかと思ったんですけどね。何を言ってるんですか。やっぱり湘南の海は最高ですね。湘南といえば小杉さん。はい。もう暑くてゴーゴー。すごい汗ですね。本当だ。酒が出てる。昨日さ、ほら昨日のお酒が出てる。ここまで走ってるし、今もう汗が目に入っちゃってね。ほら、目がパッチリしてる。前にを取っちゃダメだよ。